ばんは、おみやです。今日はですね、最近食べたチャーハンのまとめをお届けします。では、どうぞ。まず最初は、小山市にあるタンポポさんに行ってきました。店内はこのようになっていて、カウンター席、小上がり席があります。なりパンは、チャーハン鶏唐揚げセット、750円大盛りプラス100円を注文しました。タンバリンで店員さんを呼びます。以前お店のお母さんにジャンボオムライスの量を聞いたら1キロくらいと言われて、見事に 1.5 キロくらいあったので、今回も聞いたところ、ご飯1合半くらいと言われたので察しました。卓上には醤油、ソース、七味、塩が置いてあります。さあやってきました、カツカレー大盛りとチャーハン鶏唐揚げセット大盛りです。カツカレーにはサラダ、チャーハンには冷ややっこ、漬物、千キャベツ、うどんかそばがつきます。なりパンはうどんを選びました。すごい迫力です。ベイダー対ビガロの350キロ対決のようです。いただきます。いただきます。チャーハンの具材ですが、コーン、豚肉、ネギが入っています。醤油の香りが香ばしくて口の中に広がるんで美味しいですね。ご飯もすごいしっとりしてて、食感もコーンが入ってることによって食感も楽しめます。しっとりと香ばしく醤油のいい香り、チャーハンというより焼き飯といった感じです。まさに皇帝戦士ビッグバンベイダーの鎧から煙が出るような迫力です。唐揚げですが衣が香ばしくしっとりとしたお肉、チャーハンが進みます。結構あっさりしてて見た目以上に結構あっさりしてて美味しいです。2人して感じたのは、ご飯の量が1キロいかないくらいの感覚でした。私もビッグバンベイダーの鎧から出る煙でいただきますしたいわね。そういえばタンポポさんの駐車場なんですけれども、お店の目の前に専用駐車場があります。気になる方はベイダー煙で Google 検索するとかっこいい画像がいっぱい出てくるわ。大満足のボリュームでした。無料のウーロン茶もジョッキで、ひょっこりパンの降臨でした。完食です。ごちそうさまでした。続きまして、宇都宮市にあるリンボシさんに行ってきました。食券制です。店内前の入り口に食券機があります。店内はこのようになっていて、カウンター席、小上がり席があります。なりパンは取り付け麺醤油850円にセットのチャーハン290円を注文しました。そしてなりパンの取り付け麺醤油とセットのチャーハン、いただきます。いただきます。そしてチャーハンなんですけれども、具材はネギ、チャーシュー、ナルト、卵です。この感じ、俺の求めてたチャーハン。チャーハンは香ばしくパラパラしていて、一粒一粒しっかり味がついていて、醤油の香ばしい香りが鼻から抜けます。これぞ王道のチャーハン。理想のチャーハンですね。自分が食べたかった最高のチャーハンですね。パラパラを踊りたくなりました。なりパンくんも大満足で、特にチャーハンがお気に入りのようです。そしてわがままなりパンくん、味玉が食べたいと私の味玉を奪っていきました。非常に憎たらしいですね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。続きまして、足利市にありますラーメン桐生さんに行ってきました。店内はこのようになっていて、カウンター席、テーブル席があり、お部屋はセルフサービスです。おはるさんはニンニク入りチャーハン税込み1045円を注文しました。卓上には胡椒、醤油、ラー油、酢が置いてあります。ニンニクチャーハン、チャーハンにはスープがついてきます。いただきます。いただきます。元気をください。チャーハンですが、具材はチャーシュー、ネギ、卵、ナルト、ニンニクが入っています。元気のないおはるさんに聞くといいですが、シトパラであっさりしながらもうまみがあり、ニンニクのパンチが効いています。スープはわかめ、ネギ、ごまが入った鶏ガラスープで、チャーハンとの相性抜群。まさに桐生一馬のような超人的な強さです。蝶野正弘が武藤圭司とのインタビューで、時は来たの時と同じような状況で思い出し笑いをしてしまい、耐えきれず横を向いていたわね。でもその後ヒールに転向して大成功して、天山や小島など元気のいい若手を引き連れていたくらい元気になったわ。そういえば
ラーメン気流足利店さんの駐車場なんですけれども、お店の目の前に広々とした専用駐車場があります。私だけ取ってればいいんだ。アイアムおはるガテン。おはるさん元気になったけど、ニンニクウーマンになって凶暴になりましたね。あ、いつものことでした。おはるさんのチャーハンもボリューム満点でした。完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。スタミナがつきすぎてビビアンスーになっちゃったわ。最後は桜市にある広東料理水耕楼さんに行ってきました。ボリュームのある広東料理がいただけるお店で、店内はこのようになっていて、テーブル席、小上がり席があります。メニューなんですけれども、値段を近々変更するようなので値段は隠します。私が行った時は安定した値段でした。私はエビチャーハンと広東麺を注文しました。さあやってきました、エビチャーハンと広東麺。チャーハンにはスープがついてきます。いただきます。エビチャーハンの具材ですが、エビ、卵、ネギ、チャーシューが入っていて、くれないやしゃではなく紅生姜が添えられています。シトパラでしっかりめの味付けで、石澤時光のレスリングのように旨味がすごいです。プリンとしたエビを合わせると至福のひとときです。紅生姜を合わせれば、石澤時光が剣道家臣に変身したように、旨味と酸味がプラスされ、ガツガツと攻めた味になり、うみやーです。飛びつき腕ひしぎ逆十字固めのような破壊力です。チャーハンスープですが、あっさりしながらも出汁がしっかりしていて、チャーハンとの相性バッチリ。広東麺のスープとチャーハンの相性ですが最高です。広東麺の旨味がプラスされ、うみやーです。マシンと家臣、名前は似ているけど見た目は違うわね。そういえば水耕楼さんの駐車場なんですけれども、お店の目の前とお店の隣に停められる専用駐車場があります。おみやに飛びつき腕ひしぎ逆十字固めを決めたいわね。チャーハンも広東麺もボリュームがあり、大変美味しかったです。完食です。ごちそうさまでした。はい、といったわけで、最近食べたチャーハンのまとめをお届けしました。他にも栃木県内の飲食店の動画を上げてますので、そちらもご視聴、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。